皆様こんにちは。フルータンのミュージカル創造者の斉藤舞香です。はい、あの今日の本番、本当になんかね。あのメンバーにも恵まれて、あの素敵な本番になりました。ありがとうございました。はい、えー、ということでね。あのー、こう。 音楽でこう人をねあの幸せな気持ちにできるっていうことがねできた時はやったと思います、えー。そうじゃない時はめっちゃ反省して凹みまくるんですけど、とりあえずまああの無事に終わりましてあのご機嫌に帰ってきました。あのだいたい本番で思わぬハプニングが起きたりするんですけども、その中でもはいあの非常に良い,い状態だったんじゃないかなと今日は思っています。<laughs> <laughs> あの、ね、大体本番前にこういう約束事っていうのがあるんですけどもあのそれが狂うことって当たり前なんですけど本番中あるわけなんですよねでそうした時に、まああのまあ、よくやってるメンバーだったりとかすると次にこの人はこう動くだろうなとかっていうのが分かったりとかするので、はい、その中であのお互いの結構何て言うかなこう <laughs> 手綱の緩め合い <laughs>。 <laughs> そんな言い方していいんだろうか。はい、あのアウンの呼吸ってやつですね。はい、あのー、それが非常に今回あのまあメンバー内でいい感じでこう回ったんじゃないかなって思っています。 えー、はじめましての中でもね、たまにね、あの、すごく上手なピアニストさんとかは、えっと、私、ミュージカル奏っていうのをやるんですけど、あの、フルートって大体いい着地点が大体いいわかると思うんです。あと、音も聞き慣れてるから。だけど、ノコギリってね、あの、は <laughs> じめましてのピアニストさんって、大体あの、度肝も抜かれることが、<laughs> ピアニストさんだけじゃないか、<laughs> あの、いろんな人みんな、あの、そうなんですけど、例えば、色ろねのメンバーも、こないだ最初に、あの、弾いた時 時には多分大笑いしてあったんですけど、えっ、ー、と何て言うかなあの音がちゃんと定まる楽器が多い中でえっ、ー、とノコギリって一色の世界にいるんですよね。そもそもがあのバイオの含み方が全然違うのであのむしろ。 あの,時報の音に近いとと言わわれてたりとかするわけでそれをビブラートをかけてねいろんな表現をつけているわけなんですけども <laughs> あの多分音を聞いただけで笑える楽器としてはなかなかいいところに世界一じゃないかっていうぐらいあの面白いところにいるのが「ノコギリという楽器だと思うんですけど、えっと、そういう楽器の着地点ってね なんか多分弦楽器やってる人とか歌の伴奏やってる人とかあの両方ね。多分やったことがある方とかは、ひょっとしたら着地点が見つけやすいのかもしれない。ただ、あの弦楽器ほど弓でちゃんと表現してないわけなんですよね。あのノコギリってあの弦楽器って弓を離したら音が消えることが多いわけなんですけど、ノコギリってあえてあの？ なんですかね、話しても音が鳴り続けることが可能なわけなんですよ。で、えー、っと弦がノコギリに触れてない瞬間も音が鳴ってたりまた逆に止めることももちろんできるんですけど、えー、っとそういうことを考えるとボーイングだけでは分からない世界とかあとはあのコギリ引きの引きマネっていうかあの えと弾いてる振りっていうのをあえてする時があるのでその中でのこのボーイングの見極めとかがあるのであの,のこぎりの着地が上手につかめるピアニストさんっていうのは本当に尊敬したりなんかします。 で、まあ、そんな感じで、あの、めったにないんですけども、あの、本番で、うん、あの、着地をキャッチ、必ずキャッチってしてくれるピアニストさんと出会うと、恋に落ちますよね。<laughs> あの、本当の意味の声じゃなくて、あの、この人にずっと伴奏してもらいたいと思ったりなんかしますよね。えそういう方ね、世の中ね、はい、あの、何か。 いいらっしゃいますあの出会えた時は嬉しいなと思いますしご一緒に本番ができた時はラッキーとか思ったりするわけなんですけどはいえっ、ー、とまあそうですねあの本番をこう重ねるごとにこういう出会いがあるっていうのも本番の楽しみだったりなんかします。 まあ、とりあえずそんなわけで色々いろいろありながらも、ルンで帰ってきてで、それから軽く打ち合わせをしたっ、えー、と、た、まあ、まってました、今週の、はい、レッスンカルテというやつですねあの、レッスンに行ってる教室の、今週はオンラインレッスンもあったので、えー、といつもよりもちょっとカルテの量が多かったわけなんですけども、はい。 それがでですねななかなかの技でして、えー、とオンラインレッスンに関しては動画もつけなければいけないので、えー、と他のやつは写真とか音源とかだけでも大丈夫なんですけどレッスンカルテを書くのも結構、まあ、あの時間は食うんですけどあのその資料を貼っつける時点で書いたカルテが消えるっていうことがあのここ最近でよくありまして何が嫌なんでしょうね。 あの、いろんなことを試してみてるんです。まだ iPad には入れてないので iPad ではやってないんですけど、携帯からやるか、もしくはパソコンからやるか。で、まあ、このパソコンからやるのが本当に一番手っ取り早いんだけど、あの、パソコンの調子があまりよろしくないので、まあ、調子がいい時を狙ってやったりとかするわけなんですよね。今、いたい立ち上げ、パソコンの立ち上げにあの3時間から4時間かかっているので、本当にこのあたりを考えると、あの、 よよく、ね、人生をこう、まあ、お金に換算すするる方っっていらっしゃると思うんですよねあの無駄な時間例えば探し物にかける時間とか、うんまあ、私で言うと今回の場合はパソコンにかける時間ですねこれは本当に良くないあのいろんな気力をこう削いでしまうので、えー、もう本当にねパソコンね考えなきゃいけないですねあのもしくは本当に iPad をパソコン化してしまうか。 はいこの辺りでまずは真っ先にとりあえずあの確定申告が終わったらになるんですけどあ支払い調査はねあの結局データで送ってくださったんですねあの実物も届く予定なんですけどなのでその実物が届く予定後ぐらいに、はい、あの税務署の予約も取ったので、はい、あのそれに向けてちゃんと、はい、書類を最終確認して、えー、と行ってこようと思っています、まあ、そんなわけで今日もカルテに苦しめられましてカルテを えっと、さっき書き上げたんですけど、今、えっ、ー、と、九時半回って、もう十時、もうそろそろ十時かなっていうぐらいの時間なんですけど。帰ってきてから、六時くらいから、本番終わって、帰ってきて、うちあ、あ、専門終わって、帰ってきてから。うん。四時間近く。あの、カルテに時間がかかりました。もう、これはいかん。<laughs> あの、もうちょっと、えっ、ー、と、スムーズに。 あのデータを貼っつけたりとかいろいろできるようにしたいなと思ってますさっきねあのオンライン用のやつもさあのあとちょっとっていうところまでてかもう送信ボタンを押せるとこまで行ったんですけど動画がついてないって言ってそこかれましてもうなんかさとりあえずデータ残っててほしいです。<laughs> あの 必ず打ったやつがちゃんと途中まで残ってるような状態になっててくれたいんだけどなんでその動画がついてないっていうだけで弾かれてその書いてたやつとかつけてたあのまあ音源と写真があるんですけどそれまで消されるんだと思うとちょっといいってなりますね <laughs> そんな時にはあの花をめでることにしています <laughs> ガーデンシクラメンちゃんです えー、この子ね、あの昨日多分、昨日おとといくらいの動画で、あうちには花が20個ぐらいついててって言って、で花芽があって多分30個ぐらいって言ってたんですけどあの、面白いから数えてみました。ただ、今咲いてるお花ぴったり30個です。でつぼみがこの辺とかにあるんですけど、全部で5個です。なかなか頑張ってくれてるでしょということで、まだあとね、5個は咲くから、あの35個は咲くかなーって言ってる間に終わるお花もあるでしょうけどね。 少しね紫が濃くなってきてる子はそろそろ終わりかなっていう花なので摘んであげなきゃいけないんですけどもうちょっとだけ楽しんでから摘もうかなと思ってますこの辺にもねあってね可愛い,いんですよつぼみでえっ、ー、とブルーデイジの方はね言ってたんですけどもう咲きそうなぐらい来てるんですけどやっぱり暖かくなるのを待ってるんだなと思いますなのでねまあ春になってからの楽しみがこうねいくつかあるなと思っていますで、えー、とカルテも書き上げたので とりあえずあの今、えー、とパソコンも若干立ち上がってるのであのパソコンのデータをちょっと移行してからあと今夜ははい私の、えー、と個人的な楽しみなんですけど、えー、と昨日公開された、えー、とオンエアされた「進撃の巨義神」の、えー、完結編、前編っていうやつを見ようと思ってます。あのギャオかかなんかではい もうね、なんか、進撃の巨人好きだって言うと、ええー、って言われるんだけど、特に、あの、小さい生徒さんとかには、ええー、って言われるんだけど、いや、鬼滅の刃とそう変わらんってって思うんやけどね、私の中では。あの、結構、どっちも、まあ、ハードなシーンが多いんだけど、まあ、確かに精神的にしんどいな、進撃の巨人の方がね、圧倒的かなと思います。 えっと、だけど、えっ、ー、と、見るところは実はそこじゃないなと思っていたりなんかして、はじめは私もね、なんかそういう系なのかなと思ってたので、えっ、ー、と、は、ちょっとグロいアニメだなと思ってたんですけど、あ、っていうか、そもそもなんで見ようかと思ったかっていうと、あの、 ユニバーサルスタジオにね、はい、あのクールジャパンっていうイベントがありましてそこに「進撃の巨人が」やってくるとでそのアトラクションにみんなで乗りに行こうって言ってた時にあのアトラクションは、えー、と分かっあのなんだろうお話の中の一環としてねあの、まあ、お話の一部というか、まあ、ちょっとあの外れた形になるんだけど、はい、あの自分がその中に入る形っていうわけで、えー、とアニメのあらすじが分かっていないとその世界観に入れないわけなんです だからじゃあちょっと勉強しなきゃいけないよねって言って、あのーまあ、とりあえずその頃ねプッチョのコマーシャルとかもやってた時で、あのー、なんか壁大きい壁があってそこから顔を出してる、あのー、ちょっとグロい巨人さんがいてそれが人を襲って食べちゃうっていうのでうーわーえらいの見なあかんなと思ったんですよね。で第1話を見た時にうわもうダメかもかと思って で,でもまあ一応、まあ、とりあえずもうちょっと先見ようと思ったら5話かな6話かななんかその辺でねあのネタバレになったらごめんなさいねあのエレンが死ぬんですよね <laughs> 食べられてえどうなってんのと思ってその辺からねあの先が先がって気になってまあ,あのその当時、えーとまあ、いろいろと見れるものがあったのであの期間限定で公開されてるものがそれを見て 見たらどんどん寝不足になりこの先はどうなるんだろうとか思いながらこう兄が、ね、目型の巨人化してこう追っかけてくる時点でホラーやんとか思いながら見てたんだけどあのその時の世界観と最後終わる時の世界観が全然違うんですよね。 エレンのこの何うかな心の葛藤もわかるしじゃあ自分だったらどうしたのかっていうとこれはみんな考える問題で実は今生きている私たちの中でもそのウクライナの問題もそうなんですけど世界になぜ平和が訪れないのかなぜ人は争うのかえ宗教的な問題もそうだし国的な問題もそうだしあのまあ戦争があった場合ってあの当然のごとくあの 殺された側は殺してきた方を憎むわけでそうした時の憎しみの連鎖はじゃあどこで断ち切れるのかっていうねこう問題とかあの人は見る視点を変えることによってその人自身が変わるっていう話なんですよねもう今完結編を見てらっしゃる方はあの一番最初のね 兄とエレンそして最後の方になってきた時の兄とエレンと真ん中のさっき言ってた目型の兄のあの時とこう兄を見る目が絶対違うと思うんですよね。私も違ってたでまさかのアルミンと兄なんだとか <laughs> あのその辺もなんか諫山先生のこのなんだろう,こう話の進み方とか提示の仕方あのうんまさかここでこれをっていうのが。 うんすごいなあと思いますあの、うん、本当にすごいクリエイターさんだなと思いますあの世の中のクリエイターさんを私は全て尊敬してましてですねあの何もないところから 作り出すすすってすごいいじゃないですか私たちは変な話音楽家なんですけど何もないとこから作る時もあるんだけど基本的には先人が残した、まあ、楽譜だったりとか、うんまあ、音源とかもあるんですけどあのそういうものを参考にこう新たなものがあったとしても作り上げることができたりとかもちろん同じ時代を生きてる作曲家さんが書いてくださった作品を演奏することもある。だけどそれは あの一から自分が全てを作ったんじゃなくって、えー、と作家さんが作曲家さんが作ったものをこう表現していくっていう形だったりとかするのであの全てのストーリー、まあ、作品をあの完成させるその力というのはすごいなと思います。 もちろん磯山先生も、まあ、いわゆるあのアニメ作ってくださってるマンパさんとかあの主題歌を歌ってくださっている方とかがいらっしゃるからより作品が素敵に輝いてたりとかするんだろうなとは思うんですけど、うん、それを思うとなんかチームクリエイターはすごいですよね。<laughs> あの一つの作品をあのみんなの心に残るような形で、うん、なんか世界を広げていくっていうのは素晴らしいななんて思ったりします。まあ、そんなわけでね「あの進撃の巨人」嫌いっていう方もね世の中にたくさんいらっしゃるかもしれないあの怖いからねあのグロいからねだけどいつかなんか見てもいいかなと思った時にあのそのグロいシーンじゃないところもたくさんね見ていってほしいなと思うのと、えー 現代の社会に置き換えて解決できることはないのかなって一緒に考えてくれると嬉しいななんて思ったりなんかしてますもう答え出ないよねなかなかねでもうーんまあなんか所々に散りばめられた言葉があるんですけどやっぱりこう人間ってね本当にやっぱり自分のことが <laughs> なんだかんで言ってあの一番大事だったりとかするわけでそこに余裕がないと他にまで手が回らなかったりとかするんですけどでも結局世界が平和であるためにはいくつか、うん、越えなきゃいけない壁があったりとかしてでそれぞれが正しいと思ってたりとかするとやっぱり衝突しかなかったりとかしてじゃあどうしていったら世の中は平和になるのかなとか。 うんなんか自分の生き方をどうやって見つけていくのかななんてことをいろいろと考えながら見てます。でも単純にあのマッパさんのこのアニメの作り方もすごいですよね。あの日本のアニメすごいなと思います。小さい頃から結構アニメは好きで、<laughs> あの入院してた時もあのドラえもん見てたりとかしてたんですけど、あのなんだろうやっぱりうーん。 えとここでこういう音楽を挟み込むとかここでこのシーンに変えるとかここでこの目線をこう描くっていうのは、えー、と漫画にはその行間があるよようででなないわけなんですよ読んでる人の想像の中でしか動いてないんだけどアニメにするといった時点でじゃあどのようにするのが一番効果的でどうしたら人に伝わるのかっていうのをねこうチームで考えていくわけですよね。すごい今回、うん なんかね楽しみですあの、うん、予告編見ててあの <laughs> 絶対見るぞと思ってんだけどとりあえずなんかねあの完結編の前編は1時間ぐらいあるらしいんですよね。で、えー、ともう一回秋口に今年の秋口に、えー、とまた NHK の方から、はい、あの後編がアップされるらしいんですけどね本当にうに、ん、すごいな。 と思います、えー、ついにそして世界がね「進撃の巨人の世界」が終わってしまうんだなと思うと寂しいどうなんだろうまあ、とりあえず秋まではねはいあのいろんなことを考えながら、うん、作品に寄り添っていきたいなと思いますどの立ち位置 <laughs> でもねなんか、うん、あのお話とかストーリーとかをね作ってる方の、うん、考えることとかねやっぱり好きですね。あのー 今世は音楽家として生まれましたが、あの生まれさせていただけたで、来世も絶対音楽はやりたいんですよ。でもプラスそういうクリエイティブ的なね。活動っていうのもね。面白いだろうなあ。なんて思ったりします。まあ、才能があるかどうかは別なんですけど、うんなんか作るっていうことは楽しいですよね。で、昔からそのなんか youtube あの始めたきっかけでもあるんですけど、あの動画をね。組み立てていくっていうのはね。結構。 ななんか好きだなと思ってたりしますで頭の中でこうしてこうしてって思うんですけど実際にあの例えば今やってる編集ソフトでそれはできないとかあの私の、はいえー、と技術がなくてできないとか、はい、あの <laughs> 時間がなくてできないとかあのいっぱいね言い訳要素はあったりするんですけどねあのやりたいことはたくさんあるんですね。ななののでる、はい、るべくいいつかはその自分持っている あのまあ作品が出せるようにえいろいろ練っていきたいなと思っています。はいそんなわけでですねああ今日も気が付いたらまあ18分くらいしゃべってました、えー、といつもあの私の <laughs> こんなおしゃべりにお付き合いいただきましてありがとうございます。ということではいあのー、まあ明日の準備もあるのでこの辺で一旦終わりたいと思います。それでは皆様またね